サイコ、何が不満なんだ。分かってるくせに、あなたたちの異常な振る舞いをやめてほしいのよ。私たちがいつどんな異常な振る舞いをした。こそこそと私の部屋を覗くのはやめてほしいのよ。なんでお前の部屋を覗かなきゃならんのだ。本当にやめてよね。また新しい覗き穴を開けたな。まったく油断も隙もないわね。いい加減にして。ちょっとお父さんお母さん、覗いてること丸わかりよ。もうまったく何を考えてるのかしら。これでもう覗かれないわ。裏に登ったわね。ただやられてたまるもんですか。目大丈夫？ちょっと物もらいができてね。お兄ちゃんは指大丈夫？ゆうべついカットしちゃって。これは昨日体育の時間に突き指したんだ。お前のせいじゃない。もういや、耐えられない。今度こそ本当に家出しよう。そうだ、おばさんの家に行こう。玉井おばさんの家。欲しいな、小里町行きのバスがない。仕方ない、歩いて行こう。あれ、行き止まり。確かこの道で良かったと思ったけど。お、まただわ。ここも行き止まり。どこから行けばいいの？大通りから回ってみよう。大通りが建物で遮断されてる。しかもみんな仮面をつけてる。どうしました、お嬢さん。道にお迷いですか？え、あ、はい。小里町大西三丁目に行きたいんです。それなら私も通るから案内しますよ。ああ、助かります。この建築物はどこまで続いているんですか？ずっとですよ。あなたの行き先の大西三丁目もすっかり埋め尽くされています。中心部あたりでしょう。どうしたんですか？この家の住人が玄関を閉ざして開けようとしないんだよ。おい、開けろ！開けろと言ってるんだ！ぶち破れ！お前らのような身勝手な奴らがこの街を混乱させるのだ。許せ！この街はどうなってるの？今助けてあげますから。助かりました、
あなたは外部の人ですね。こんなことがよく起こるんですか？最近は特にひどいんです。みんな苛立っていて。一番の原因はプライバシーの危機じゃないでしょうか。プライバシーの危機？この町の住人は通行人のために家を開放しています。そのため自分の家がプライベートな空間でなくなりつつあり、それが苦痛なんです。ところでお嬢さんはなぜここへ？親戚のおばを訪ねて。大西三丁目です。どう行けばいいですか？それならずっと行くと川があるから、橋を渡って少し行けば。しかし危ないですよ。あの辺りは一番奥まった場所で、奇妙な連中が住み着いているという噂があります。奇妙な連中？それに犯罪も多く、切り裂き魔が横行しているとか。切り裂き魔？でもそれならなおさら行って助けなきゃ。それなら仮面をつけて行った方が。どうもご親切に。この川だ。おばさんの家はもうすぐだわ。なんて気味悪いんだろう。あ、ここはおばさんの家。たまえおばさん、ここを開けて。私よ、サイコよ、おばさん。もう、サイコちゃん久しぶりね。ドアは開いてるわよ。入ってらっしゃい。おばさん。まあ、サイコちゃん、会いたかったわ。どうしたのその格好。私もまんざらしてたもんじゃないでしょ。よく一人で来られたわね。私なんて慣れるまで大変だったわよ。私だって大変だったわよ。でもおばさんが心配で必死に探したのよ。心配？何が？だってこんな危険な場所に一人で住んでたら心配よ。何がおかしいの？それにその格好は何よ？服着てよ。ごめんなさい。でも私の話も聞いてよ。私だって初めは悩んだのよ。この街に対して必死に抵抗もしたわ。扉も閉ざしてみたり、2階にこもってみたり。でも扉は鍵を壊されちゃうし、2階の窓から屋根伝いに人は入ってくるし。おまけに見て、天井から壁に至るまで穴だらけでしょ。誰かが覗き穴を開けていくのよ。そして今もこの穴のどこからか覗いてるのよ。こんな状況の中でプライバシーを守ろうなんて無茶よ。だから私はプライバシーを捨てることにしたの。あなただってそうよ。でも今からでも遅くはない。さあサイコちゃん、その仮面を捨てて着てる服も脱ぎ捨てるのよ。脱皮するの。いつものおばさんとは思えない。だから言ったでしょ、私は脱皮したの。変だわ。変なのはあなたよ。はい、お元気？はい。まあいいわ、リンゴを剥きましょう。リンゴだって脱皮するのよ。おばさん本当に変よ。こんなところに住んでるからおかしくなっちゃったのよ。この辺は切り裂き魔が出るって言うじゃない。おばさんはプライバシーはいらないって言うけど、プライバシーを捨てたからおかしくなったのよ。あんたは何にも分かってないのね。子供のくせにご託を並べてないで服をお脱ぎ。脱がないって言うのなら私が脱がしてやるわよ。これで引き裂いてやる。おばさんやめて。おばさん、誰かその小娘を捕まえて。何あれ？